タイヤがパンクしてしまいました。無残です。どうもね、釘を踏んでしまったようです。釘の頭が見えています。応急修理をしてタイヤ交換に行きたいと思います。最近の車はスペアタイヤを積んでないんですね。こういうところに、応急修理キットが入っています。応急修理キットですね。使ってみましょう。まずこの速度制限シール、これはハンドルに貼れということなので、後でハンドルに貼っておきます。タンク修理剤をコンプレッサーに取り付けます。そして ホースをタイヤに取り付けます。ホースをタイヤのバルブに取り付けました。そしてこっちは車のシガーソケット。汚いですね。つなぎました。よいしょ。そして車の電源をオンにします。
刺さっている釘は抜かない方がいいとのことです。それでは車の電源を入れたのでコンプレッサーのスイッチを入れます。空気圧になってるのでこのまますぐに、走行してタイヤ屋さんへ行きます。